元竜は山根和都氏による日本の漫画作品。佐々木小次郎を主人公に据え、野牛はじめ門との清潔な戦いを描いた時代劇漫画である。元竜佐々木小次郎は退屈していた。幼くして免許改伝を受けたまわった。元竜は小倉藩に召し抱えられ、何、不自由ない日々を送っていたが、強くなりすぎたことで空虚な日々に不満を感じていた。 そんな中、城下で日本最強の剣士、宮本武蔵と出会ったことにより、岩竜は忘れかけていた真剣勝負の面白さを思い出し、同じく強くなりすぎたことで同等に戦える相手を、探し諸国は放浪している武蔵と戦いたいと思うようになる。そして、慶長17年4月17日、岩竜島にて、岩竜と武蔵の決闘が行われることが決まった。 元竜は、武蔵の実力を知り、死より、生涯外すなと懸命を下されたおりを外し本気を出して戦うが、突然邪魔だ手が入り、武蔵の斬撃を胸に受けてしまう。直後に、幾多の銃弾が放たれ、武蔵と元竜は、ヤギ家の差し向けた、鉄砲隊の襲撃を受ける。他竜剣術根絶のために、ヤギ宗胸は、服部半蔵と組み、 全国の剣豪たちを次々に葬っていたのだ。元竜は王に空場で鉄砲隊を全滅させるが、猛剣を握る力は残っていなかった。傷が癒えたら、また戦おうと約束を結び、ここに元竜島の決闘は終わりを迎えた。一年後、元竜は再び武蔵に決闘を挑むため旅に出た。その行く先には、八牛の部軍が待ち構える、の道だが、 元流の足取りはそれを知って、なおほがらかなものだった。講義を見ず、ヤギ氏の部分、ありがとうございます。